私は坂の上の雲が大好きなので、いずれは日露戦争全体を紹介したいと思いますが、今回は激戦となった旅順・攻防戦を見ていきたいと思います。明治維新から約30年後、大国ロシアが領土をどんどん拡張しています。朝鮮半島も征服されるのは時間の問題です。朝鮮半島が取られれば、次は日本が征服されます。日本は国の存亡をかけて大国ロシアに戦いを挑みます。明治維新からわずか30年後、戦艦や機関銃、高性能大砲、コンクリート要塞など、 大量殺害兵器が投入入され、いいわゆる近代戦に突入していきます。まだ人類はこれらの兵器の恐ろしさに気づいてませんでしたこの辺りは昔は満州と呼ばれていました現在は中国東北部と呼ばれていますこの満州の地で日本とロシア軍が激戦を繰り広げましたでは203高地はどこにあるかというとリャオトン半島の先っちょにあります ここは旅順港といってロシアの軍港があります旅順港の周りは軍事要塞化されていて近づけません203港地はここにあります強国のロシアは2セットの艦隊を保有していました1つは世界最強と言われたバルチック艦隊もう1つは太平洋方面を担当する旅順艦隊開戦当初日本艦隊は旅順艦隊と戦闘になりますが旅順からはるか遠く遠く約7 0 0 0キロ先では バルチック艦隊が日本艦隊と戦うため日本へ向けて出航します当時は衛星とかがないのでバルチック艦隊がどこにいるか分かりません日本は2方面の敵と同時に戦うほどの戦力はありませんしかも相手は世界最強のバルチック艦隊ですバルチック艦隊が到達する前に旅順艦隊を殲滅し 準備万端でバルチック艦隊を迎え撃つ3弾です。1904年2月10日、1日目、ロシア政府に対し宣戦布告。日本艦隊は旅順艦隊と対決に向かいます。今回は旅順攻防戦をメインに扱いますので、他の戦闘は割愛します。しかしロシア艦隊は旅順港に引きこもって出てきません。バルチック艦隊が来る前に何としても旅順艦隊を殲滅しなければなりません。 遠く離れた海上から攻撃するが命中してるかどうか分かりません旅順港の入り口は幅 270m ほどしかありませんここを封鎖して旅順艦隊を閉じ込める作戦を立てます日本軍は老朽船を沈めて旅順港を閉鎖しようと計画します2月18日8日目第一次閉塞作戦 乗組員は水雷艇で救助しますしかし敵の反撃が激しく、思うように近づけません。3月27日、45日目、第二次閉塞作戦、広瀬武雄少佐が戦死。5月2日、81日目、第3次閉塞作戦。計3回行いますが、旅順港を閉鎖できません。ロシア政府がバルチック艦隊を派遣すると発表、陸軍は当初、旅順をあまり重要視してませんでした。 敵が出てこない限り、軽く警戒してておけば問題ないいと考えていましした。しかし、旅順艦隊を殲滅するために、旅順港を制圧する必要が出てきました。結局、旅順港を攻略するために第三軍が創設されます。大将が野木丸助、参謀に伊地知康介が任命されます。確か、坂の上の雲ではこの2人のことを、特に伊地知のことを、無能だとかなり辛辣に書かれていたと記憶しております。6月26日、136日目、第三軍が旅順外援部に到達。 急遽招集された第三軍は、旅順に対する情報がほとんどありませんでした。中央の平地部分から突破する予定でしたが困難と判断します。東側の防大を、最重要拠点と定めます。防大からは旅順港が見下ろせます。7月26日、166日目、まずは海軍陸戦重砲隊と協力して大孤山を攻めます。4日間に及ぶ激闘の末、大孤山を占領。 海軍陸戦重砲隊が観測所を設置します旅順港がかろうじて見えます8月7日178日目旅順港に向けて1 2ンチ砲で打ち込みます 戦艦レトイザンに命中し浸水被害をもたらしますロシア艦隊は旅巡港から出て行かざるを得なくなります8月10日181日目旅巡艦隊と待ち構えていた日本艦隊が対決します公海海戦。旅巡艦隊は多くの損害を出し引き返しますまたまた旅巡港に逃げ込まれてしまいました 旅順艦隊は大古山から狙えない位置に隠れます。バルチック艦隊との決戦に備えないといけないので、一刻も早く旅順艦隊を殲滅しなければなりません。乃木将軍が総攻撃のため、司令部を鳳凰山へ進めます。戦闘指揮所も正面交渉に置きます。戦闘指揮所から敵陣地まではわずか3キロです。敵陣地から攻撃が届く距離です。8月19日 121日目大本営からの一刻も早く旅順を落とすようにとの要請を受けて総攻撃開始まず砲弾で徹底的に叩きますまずは第一師団から見ていきます目標は大調子山です九十三高地を占領八巻山を占領 第一師団の司令部を高崎山に移動しかし激しい反撃にあいます次は第9師団と第11師団を見ていきます目標は膨大ですこの膨大と周辺の山々は強固な要塞が構築されています下から見ると要塞がどうなってるか分かりません 上から見るとこんな感じかと思います。この要塞の恐ろしいところは最新兵器のマシンガンで襲われます仮にマシンガンを突破できたとしても後ろ側にも残壕がありロシア兵が銃を構えてます恐るべき防御陣地を構築してます8月19日181日目砲撃開始。 敵も撃ってきます。丸一日、砲弾を打ち込みます。8月20日、182日目、第1回目総攻撃。想像を絶する反撃に次々倒れていく日本兵。 統計艦山の一部を占領しますがすぐに奪還されてしまいます万竜んの制圧に成功膨大への進撃を命じられるが死傷者多数でたどり着けません敵も屈強に対抗します4日間の戦闘で死者約500人負傷者約1000人を出し攻撃を中止します乃木大将は作戦を変更し塹壕を掘り進めながら進行していくよう命じます穴を掘って少しずつ敵陣地まで進んでいきます 敵も黙って見ているわけがなく攻撃してきます。ここから約3ヶ月、死闘が繰り広げられます。当初203高地は日本軍もロシア軍も重要視してませんでした。海軍の秋山真行が気づきます。203高地からなら旅順港を見渡せるんじゃね。 実際に旅順港を見渡すことができました海軍からの要請を受けますが陸軍の目標はあくまで膨大の制圧です満州軍の大山巌総司令官は203高地より膨大制圧を優先させます日本軍は巨大な28センチ榴弾砲を持ち込みます 7キロ後方からでも攻撃できます威力も強力です1回目の総攻撃からちょうど1か月後の9月19日第2回総攻撃、前半戦開始水死衛龍眼北方制圧第1師団を見てみます 南山破山制圧一時的に203高地を占領するがすぐ奪還されてしまいます4日後10月26日第2回総攻撃後半戦二竜山と松木山への進撃開始統計観戦への進撃開始 しかし敵も屈強に抵抗し、制圧できず。4日間の攻防の末、1000人以上の死亡者を出して中止。大本営からも203高地を攻略すべしとの要望が出てきます。しかし、大山岩尾ら満州軍トップは膨大攻略にこだわります。第2回総攻撃から約1ヶ月半後の11月26日。第3回総攻撃開始。しかし敵の抵抗に遭い、思うように攻略できず。深夜に白出す機体総勢3000人が突入。 多くの死傷者約1400人を出し退却乃木の判断で主要目標を203高地へ変更283地方の照準を203高地へ合わせます283地方で叩きます 老古溝山選挙しかしすぐに奪還されてしまいます拠点を奪い奪われの肉弾戦が繰り広げられます乃木大将の次男が戦死12月1日死傷者の収容と体制を整えるため4日まで攻撃を延期同日12月1日小玉玄太郎総参謀長が到着坂の上の雲とはだいぶ話が食い違ってる気がしますが予定通り12月4日総攻撃再開 そして12月5日、東東2 0 3高地制圧第1回目の総攻撃から108日目のことでした早速、旅順港のロシア艦隊を沈めます12月10日、統計艦山占領12月28日、二流山占領。 12月31日、松木山占領。年が明けて1月1日、ついに膨大占領。同日、旅順のロシア軍降伏。水進へにてノギトス・テッセリが会談。こうして、陸軍は方天海戦へ向けて転進。海軍はバルチック艦隊との海戦へと向かいます。 日露戦争では欧州列強諸国から多くの感染武官が派遣されていました。日露両方に多数の死傷者が出ましたが、余裕ぶっこいてました。我々ならもっと上手に戦争するよ。こんなに死傷者出しちゃって。そして約10年後、第一次世界大戦が始まり、膨大な死傷者を出すのであった。